やれやれ。ああ、なあ、シオンの武器はどこから来るんだ？どこからってどういう意味？戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。わかった？わからないけど、すごいな。え？だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろ。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ？敵の技術を褒めるの変か？技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど、これ大丈夫かな。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか？うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ？それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。
機を追え。今見えただろ。何？ああ。さて、わかった。先を急ぐわよ。ここは戦いやすそうだ。キサラ、大きいもんね。たってのこ戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って、爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。